アーノルドはソリッドアングル社の作成した普遍で物理ベースのレートレーシング 3D レンダリングアプリケーションである。アーノルドを使用した有名な映画にはモンスターハウス、曇り時々ミートボール、アリス・イン・ワンダーランド、マイティ、ソー、キャプテン・アメリカ、X、メン、ファースト・ジェネレーション、アベンジャーズ、レッド・テイルズ、アンダーワールド覚醒、キャプテン・ハーロック、エディジウム、 パシフィックリムよびゼログラビティがある。アーノルドはモンテカルロレートレーシングを元にしている。したがってそのエンジンはシーン全体に数十億の空間的に非可干渉な光線を創出することに最適化されている。光が壁や他の物体から跳ね返り間接的に被写体を照らすことができるようにしばしば1レベルの拡散相互反射を使用する。 エリジウムの宇宙ステーションのような複雑なシーンではインスタンシングを大量に使用する。また、アーノルドはマテリアルとテクスチャを定義するためにオープンシェーディングランゲージを使用する。シゲグラフ2013でのマルコス・ファハルドマルコス・ファハルドはアーノルドのチーフアーキテクトである。現在のアーノルドとなったものの始まりは、ファハルドが 自身のレンダラーを書くことを決めた1997年にある。その年、彼はシゲグラフに出席し、会議に出席した友人との議論で、アーノルドのレンダリング技術の基盤となる確率的レートレーシングに興味が借り立てられた。ファハルドのレンダラーの初期のバージョンは、レンデラピと呼ばれていた。アーノルドという名前は、彼らが映画館で見たアーノルド・シュワルツェネッガーの映画を、 模倣した後、ファハルドの友人の一人がその名前を提案した時に登場した。アーノルドの背後にある会社ソリッドアングルは2016年前半にオートデスクに買収された。買収は2016年4月18日に正式発表された。公式サードパーティーオープンソース。ありがとうございます。